Hello there, 始まりましたモンテツさんチャンネルですね、今回はですね、私が最も好きな海外ドラマを紹介したいと思います、タイトルはですね Why Women Kill っていうですねタイトルになるんですけども、まあタイトルの通りですね、女性が殺すんですけれども、すごいんですよ。いや、こんなストーリーよく考えられたなと思ってびっくりしたんですけども、場面はですね、1963年、1984年、2019年っていうですね、3つの年代が同時進行で、ね、ドラマの中に出てくるんですが、全て場所は同じ家なんですよ。で、同じ家なんだけども、まあ、ある女性がある人を殺したっていう、そういうお家なんですね。誰が誰を殺したのかは分からないままストーリーが進んでいく。そして最終話になって全ての謎が解けるっていうですね。そういう風になってるわけです。最初見ると、あ、妻が夫を殺すんだろうなっていう風に思うんですけど、そうでもないぞとね、進んでいくと、あれあれ、これ違うなってなってくるんですよ。いや、すごいよく練られたやつです。まあ途中見てて、これめちゃめちゃデスパレート・ハウスワイブズに似てるなって思ったら、やっぱ制作指揮を取ってる人が同じでしたね。Desperate Housewives っていうのがめちゃくちゃ好きなんですよ、私ね。こういうコメディサスペンスがまた出てくるとはっていう感じですね。で、基本的にコメディとか、まあ、シットコムですね。シチュエーションコメディっていうのは、一つの話の中で複数のものが同時進行になってるんですよ。多分あんまり気づいてない人いると思うんですけど、アメリカのものっていうのは様々な人の話が同時に進むっていうのが基本なんですよ。一個のものだけを追っていくってことはあんまないんですよ。例えば、フレンズだったら必ず3つの話が同時に進みますよね。で、それはフルハウスだったりとか、モダンファミリーなんていうのでも同じことが言えるわけですよ。状況としてフレンズだったらいわゆるルームメイトたち、フルハウスだったら同じ家に住む家族たち、マーランファミリーであったら親戚関係なんだけども、それぞれの家の話、デスパレートハウスワイフは近所に住むワイフたちの話。それに対して今回のですね、 Why Women Kill っていうのは同じ家に住んでた全く別時代別世代のですね話っていう風になってるんですよ。これがね、めちゃくちゃよくできてる。この時代背景をなんかね、映しているっていうね、この世代っていうのも分けてますよね。なんかお笑い第7世代とかって今言ってるらしいですけど、いや、世代って子供がジェネレート生まれるんだぜみたいな。日本のお笑い界って随分早い時期に新しい世代が生まれるんだなって思いましたけど、30年ぐらいが一つのジェネレーションですから、お笑い第一世代の人たちはもう200歳ぐらい年上だったってことにならなきゃいけないですけど、そんなことどうでもいいって。だから1963年から1984年っていうのは、これ21年しか離れてないですけど、その頃っていうのは当然ですね、女性っていうのは早く結婚して子供が生まれるのも早かったから、これだけの世代なんです。それに対して84年の後は2019年ですから、35年離れてるわけですよ。だから子供が生まれるのも遅くなったっていうのもね、示されてるんですよ、実は。で、それぞれの世代で、63年の方はジェニファー・グッドウィンがメインキャラクターの女性として出てきて、すごくいい人なんです性格がめちゃくちゃいい。で、まあ、いわゆる亭主関白の男性、そして、まあ、昔ながらのそれに尽くす女性みたいな形。しかし、まあ当然ながら、まあ当然ながらとか、当然夫は浮気をし、そこからいろいろとストーリーが展開していくわけですよ。もう最終話になったらもうわっと驚かされましたよね。1984年の方はルーシー・ルーですね。もうアジア人女性のお金持ちっていうのが生まれてるわけですけども、いやー、まあよくできてる。これもね、夫は実はゲイだったっていうね話。そして、自分自身は、10代のね、男の子と浮気をするっていうね、いつの世代のさ、キャラの中で一番ひどいやつだな、みたいな感じになっていくんですけど、話が進むごとに、いろいろと、ね、こう、考えが変わってくるんですよ。まあ、デスパレート・ハウスワイブズと同じでね、やっぱり、ね、感動シーンもいっぱいあるので。で、最後が、カビ・ハワ・バプティストですね、がやってる、2019年です。これもまたね、設定も面白いんだよ。で、夫がいて、ハズバンドワイフなんだけども恋愛自由っていう、そういう結婚なんですよ。で、このメインキャラクターの女性はバイセクシャルなんで、第1話で彼女を連れてくるんです。そのやってきた彼女が引き起こす様々な問題っていうね、設定もう設定から超面白い。で、そのなんか進んでく中で分かっていく謎が解けていくところとかもすごくよくできる。いろんなところがつながるんですよ。
デスパレートハウスファイブズもミステリーの要素が入ってたんですけど、それよりももっとミステリー要素が強いというか、そんな中で基本コメディなんですごく笑ってしまうようになってて、これは名作だなと思いましたね。史上まれに見る作品かなと。ただね、もうシーズン1終わっちゃってシーズン2できるんですけど、できるも何もオチが分かっちゃってる状況なんで、同じ人たちでやるわけにはいかないよなと思ってね、どうなるのか期待して、まだアメリカンホラーストーリーみたいな形で、同じキャストなんだけどもストーリーが違う、もう全く違ったものでやるっていう感じでやっていくのか、どうやってやっていくのかは見ものかなと思いますね。まあ、10話しかないので2日で全部見たんですけども、いやーよかった。日本だったらどこで見るか、 Netflix、 Amazon プライム、うん、どこでもやってない。